えー、カズレーザーさん、こんばんんばはカズレーザーザさん<お>赤い服にこだわりがあると思いますが僕は好きなゲームのカードがあるんですが先日、山手線の駅で電車を持ってたら線路上にゲームのカードを落としてパニックになり非常停止ボタンを押したら周囲の人に変な目で見られました自分はゲームのカードにこだわりがあるだけなのにカズレーザーさんと僕と同様にこだわりの赤い服が変な目で見られたらどう説明しますかちょっと文章を複数に分けて欲しいですよね <laughs> そうですね、いろいろ混ざっちゃってたぶんテンパっちゃってる感じですね昔「神狩り」っていう SF 小説があって人間がつ理解できない文章の話みたいな出,出てくるんですよ人間って関係代名詞が複数ありすぎるとやっぱり理解できないな5個以上あると理解できないみたいな、はい、古代文明に書いてある文章は 関係代名詞が20ぐらいあって、めちゃめちゃ入れ子構造になってて、なのに認証がめっちゃ少ないみたいな。これは人間が使える言語じゃないから、超生命体が使ってる言葉なんだみたいな推測する話があったはずなんですけど、えー、<laughs> それぐらいむっちゃ難しでこれって、そのカードゲームが好きで、はい、そのカードを落としたというから理解されないという問題で、例えば落とした瞬間、母の形見なんですって言ったら、多分問題ないんですよ。はい 伝わらない情報を足せばなんちゃなるに。日本人は弱い要素を足してもいいんですよね。ただまあ、でで非常停止ボタンを押したら困るだろうな。ゲームとして自分が大事だっていう思い入れは他人に伝わらないので。はい、他人 が理解できる思い入れとして、おばあちゃんの形見とか、母の形見っていうと、あそれは大事なものだよねって理解してもらえるじゃないですか、ただ、止まった時に、どれぐらい他の人に迷惑かかるかとか考えたら、同じレベルで、互換性があるものに価値を変えるしかないと思うんですよでこの駅によるかもしれないですけど、赤羽とか、結構、どうでもいい理由で電車止まるんですよ、ね、あそうなんか、なんか,な,んかなんか遅れてた電車に乗りたくて、おばちゃんが電車叩いて、ああそれで緊急停止になってみたいな。 すごいのどかすね、えー、っていうのがあったりするんで止めることがそこまで悪いことという感じがあんまりないんですよね赤羽だと非常停止ボタンってどれぐらいの人が押したことあるんですか<え>まだこういうにもないです確かに押したことないですね押してみたいですよねどういう時に使ったらいいかっていうのをはい、はい、本当に教えてもらったことないじゃないですか はいはい、確かに。めっちゃ教えてほしいっすよね。うん、<laughs> 非常停止の非常が、じゃあどれぐらいから非常なのか。考えでも落とした彼にとってみたら、もう非常事態なわけじゃないですか。はい、か多くの人が理解できる非常じゃなければいけないのか、その人自身の非常なのかっていうことですよね。はい。スマホだと、多分止めたら怒られると思うんですよ。スマホ落としたら結構<ー>、結構ダメージがあるのになかなか理解されない気がするんですよ。うん <laughs> 例えばじゃあ会社の情報が入ってる書類とかノートパソコンとかですって言ったら結構共感してくれる人増える気がするんですけどこれがないともう取引が飛んで何億円の損失なんですとか言われたらじゃあしょうがないかなみたいな命に関わればよ OK ってイメージですね動物ペットだったらありなのか周りの共感ちゃんと得られそうな気がしますね 動物嫌いの人と動物好きの人って多分人数的にそんな変わらないと思うんですけど動物人が飼ってるペットとかに文句言うことも全然ないしでもちょっとアレルギー体質でもあるんですよ、うん、苦手な動物と見たりするんですけど、うん、犬猫は多分反対しないと思うんですけどイグアナ落ちたらどうでもいいっていう人多くないですかいやイグアナ可愛いっすよマジでやべえいや俺,俺これ爬虫類派なんで俺縄文トカゲモドキをずっと飼おうと悩んでる人なんでいやめっちゃ可愛いっすよ爬虫類は すすかか類わいいんすよ母の形見のスマホってなんかすごい短いですね形見期間が <laughs> 確かにねなんかちょっとずれるな iPhone14 とかの1年前じゃねえかみたいなここまあ中のデータがね貴重まあデータでもバックアップ取って,てほしいな非常停止ボタンとか、うん、あれを押すどんな時に押されることが多いですとかすら 正直かんない確かに、ね、年間に何回押されていますとかあんまり出ないですよね、はい、そういう情報そういうのって本当道徳の時間とかちょっと教えてほしいですけどね、はい、何を思うかじゃなくて数値としてこれぐらいのことがあるんですとかって知っとくのは何かこれぐらいのことは押してもいいけどこれを押しちゃダメだよねぐらいは基準を教えてもらわないと押していいかどうかわかんないですよね、はい、体育大の学生とかがなんかイエーイって遊んでて線路の上に降り立ちました、はい 自分で普通に上がってくれるから、非常停止ボタンを押さないじゃないですか。ああ、まあ若い子だったら押さないケースとかあそうで,でもでなんか、なんか走り回って、イエーイってこうなんか戻ったりみたいな遊びをしていますとかだったら、<あ>やめとけと思うけど、非常停止また押さないと思うんですよ。本当に優しくて押す人はいると思うんですよ。 人が降りたって瞬間にベルが鳴って電車が止まった時に学生さんはすぐに自力でホームに上がりますよね。プラットーム上に上がって。結果、押した人が批判されそうですけ。すげえかわいそうですね。<laughs> え、こううトレンになんで押したのみたいな。はい、<laughs> このせいで何人か遅刻して困ると思ってんだみたいな。責められそうですよね。<laughs> となるともう押す方のリスクしかないってことなんですかね。 確かに押したことで別に褒められることないですからね、うん、誰かが押すだろうと思ってるし何かあっても<れ>人命に関わるものが非常停止人命なんですねわそれすらなんかちゃんと理解できてるのは恥ずかしいです金銭でなんかある程度なんとか補填が効くなら押さない方が<あ>それはなんかちゃんと理解しておきたいな電車会社とかで発表してたりするんですかねこういうもんですよみたいな。 でもなんか誰か誰ホームに人が落ちたのを見たら、人が降りてるのを見たら、非常停止ボタン押してくださいみたいな、アナウンスが流れてるような気もするんですけど、あ<ー>、そ<ー>うか、う物が落ちてたら、駅員に相談してくださいって言うんですよね。確になんかマジックハンドみたいなので拾うってやつ、ねはい、そうですね、シルエットありますもんね、そうか、あちゃんと書いてあるんですよそれはもちろん。